明日のトッププロを目指すですね、はい、ユースに我々がちょっと密着してきました、うん、腹減ったよ腹減りましたね何もしねえけど俺らあ、もう食ってますねあもうみんな揃っとるわいい、ね、失礼しますどうもジャンスターはですね広島のスポーツの応援団です、うんサンフレッチェユースを激励してきましたどうぞJ リーグで上位を狙える第7位快進撃を見せるサンフレッチェ広島その原動力となっているのが下部組織サンフレッチェユースの出身者たちトップ登録30人中15人は全てのクラブでも群を抜いています同期が結構12人いたんでその同期に負けたくないって気持ちはずっと持ってます常に、はい、ライバル心むき出しというかあの顔を見るたびにこいつらには絶対負けないんだっていう気持ちがあの当時は多分湧いてたと思いますね、はいまあ、やっぱこういう、ね、トップが近い環境でやってるわけだしいろんなもの吸収できると思うんですけど今やれることを全力でやるしかないと思います僕の今この性格だとか人間性っていうのは主にやっぱりユースで、培ったものじゃないかなというふうに思ってます広島スポーツ列伝サンフレッチェ広島ユース夢にかける最後の夏四方を山に囲まれた秋高田市吉田町ここにサンフレッチェユースの三ツ矢寮がありますくそど田舎に来ましたねこれはすごいですうちの実家と今いい勝負してますこれ今、うん、そしてここがあれですよサンフレッチェの寮ですよおすごいねえ結構立派だね寮にしてはどうもどうもどうもこんにちはあどうもどうもすいませんよろしくお願いしますお邪魔していいですかこんにちはあどうもどうもりょうごですりょうごさん、はい、あどうもどうもりょうごさんいいりょうごさんっぽいですねもうどうもみたいな感じですかわいいっていうか本当にみんなの選手のお母さんっぽい感じですよね本当に今日子供たちはどこにいるんですか今2階でね、はい、今試験中ですから勉強してますあ勉強してるんですかはいそっか試験中か今まあまあ高校生だからね普通に、はい、ああこういう感じ2人部屋なんだあ本当だ1人1部屋じゃないんだ山崎君と大野君の部屋どうもこんにちは勉強してるあはい突然お邪魔したのは1年生大野くんと両家で3年生の山崎くんの部屋ですジョン・イズ・アズ・オールダーズ・ケンタ、はい、どういう意味ジョンは、うん、ケンと同じぐらいの年、うん、いいね完璧じゃんこれも J リーグのノートじゃん、はい、これ支給されたりとかあんのなんかこの前、うん、いっぱいりょうごさんが持ってきて、うん、それを欲しい人が取っていてくださいみたいな、うん、そんなシステムあんだこれはいいですね靴下、パンツ半袖、長袖これ自分でやったんですかはいマチを分けといた方がこう取りやすいかなって、そうなんだよこれ几帳面だよ、ね、これうちのお母さんがうちの実家に来てこういうの全部貼って帰ってたからこれ自分でやったんだはい自分でやりましたすごい山崎くんは小学生の時サンフレッチェジュニアに入団体格を生かした強い当たりとヘディングを武器にディフェンダーとしてメキメキと頭角を現しましたそしてジュニアユース、ユースへとより高いレベルを目指していったのですNo.1993年に創設されたユースチームには現在県内から18人、県外から17人の全国から選ばれた選手たちが夢のプロを目指して日々練習に励んでいますチームを率いるのは94年にサンフレッチェがステージ優勝した時のメンバーで7年前から指揮を執る森山義郎監督
就任初年度の2003年にはクラブユース選手権と J ユースカップでチームを2冠に導くなどその手腕を発揮。日本一の育成型クラブを目標に妥協を許さない熱血指導でピッチには厳しい劇がこだまします。お前の目の前でシュート打たれてんだぞ、滑れ、体張れよ。お前自分より遠いやつが滑ってるぞ、考えろ。僕らはあの広島の田舎のチームなんで、やっぱ関東関西のチームはうまいし強いんで、それに勝つにはもう魂しかないだろうということで、とにかく練習からもう激しいぶつかり合いとか、体張って気持ちを前面に押し出していけるようなやつじゃないと本当に厳しい世界ですからね、プロの世界というのは。